こんにちは。ゼロから始めた管理人の自作 PC です。本日はネットワークカメラを買いましたというお話です。すでに3台設置しているネットワークカメラなんですが、もう1台買いました。理由はですね、このネットワークカメラ安かったんですね。あと最初に買ったネットワークカメラそろそろ老朽化で買い替えをしなくちゃいけないということで、2台ね、この、ネットワークカメラ買ったんです。価格はですね、すでに生産終了している商品ですからね、10分の1でした。箱の中身はですね、カメラとカメラの台ですね、それから電源という、それに、マニュアルとセットアップのCD というものがついています。さて、先ほど非常に安かったということなんですが、まあですね、もう古い商品なもんですから Windows 10持ってる人だとね、ブラウザーでセットアップするときにブラウザーセットアップできないんですね、実際には。で、まあ、Windows 10を使っている人で IE がまだ使えるって思っている人もほとんどいらっしゃらないと思うんですが、検索のところですね、 IE って叩くとちゃんと IE 出てくるんですよ。で、今 Edge じゃなくて IE であれば一応設定はできます。まあね、ただほとんどの人はそれ分からないので、おそらくこの商品買ってもね、使えませんっつって返品されたんじゃないかと思うんですよね。まあ、だから安かったんじゃないかなと思っています。まあね、非常にコンパクトでインターネットもついてますし、それから Wi-Fi もついていると、非常にね、素晴らしい小型なウェブカムだと私は思っています。で、まず最初はね、インターネットをつないで設定をします。Easy Setup っていうソフトがあるので、それをかけますと今どんな IP アドレスが割り振られたかというのが分かります。まあ、ここでね、10番というのが割り振られたというのが分かりましたので、こちらで、セットアップをするということになりますね。実際クリックしてみるとこんな形で今、IP アドレスは振られてますよという、非常に簡単なツールです。これをね、Windows 10の方にインストールしてもらえれば、あとは簡単に設定ができるようになります。で、分かった IP アドレスで、まあ、これ IE でやらないとセットアップできないんですが、いろいろこれでセットアップするということになります。まあね、ちょっと IE しか使えないんで、まあ、一般の人はちょっと厳しいかもしれないですね。さて、設置場所なんですが、駐車場に設置しました。駐車場のシャッターでのガラス板の部分があるので、内側からですね、ガラスを落として撮影するようにしました。まあね、もろ外出てるとなんか壊されても困るのでまあ室内用のモデルですからね、こういった形で設置をしました。それではまた。ゼロから始めた管理人の自作 PC でした。